皆さんこんにちはケアスタイルズコンサルティングの井上です今回は BCP 業務継続計画の作成についてお送りいたします第8期の介護報酬改定の中で2024年までに BCP 作成が義務付けられましたこの動画はそれに伴いすでに依頼を受け実施している BCP 作成の支援の一部をご紹介いたします事業所における BCP 作成を 完成までご支援させていただきます特徴は全員が関わり調査やワークショップを介して共同性を高めていきます各事業所の成熟度、経験度合いに合わせ無理のない期間でプランニングしていきますご興味がある方はぜひお気軽にお尋ねください内容はこのような流れになっていますなお、この資料は厚生労働省が示している BCP 関連の資料をベースに作成しておりますまずはグランドデザインをお伝えしております作成にあたっては取り組むべき項目が多くまた自然災害と感染症で重なっている部分があったため一旦分解して私なりに統合したものです、まあ、これをベースに作り上げていきますので自分が今どこに取り組んでいるのか まあ、分かりやすい地図の役割になっています重要な事業といえば、まあ、介護事業者の場合は要介護者や家族などの生活を支える上で欠かせないサービスを提供しているわけですからこれにあたります被害の対象も自然災害は施設・設備・社会・インフラへの被害が大きいです一方、感染症は 人の被害が大きく、まあ、そのやりくりに追われます。まあ、そのような中でも、事前にカバーできる被害としては。必要物品の備蓄です。まあ、実際、私の経験上、感染が発生した施設では。号令とともに、即日頃から備蓄していた備品を各階に配置して。すぐ使い始めたので。まあ、速やかにゾーン分けへの意識へと切り替わりました。 災害を業務量の時間的経過に伴う変化で見ていきましょう。自然災害が発生した場合、平常業務はすべてストップした状態で、まずは安否確認と避難誘導が優先されます。では具体的に守るべき資源を見ていきましょう。まあ、大枠では職員、そして建物や設備、 インフラですね。ここで注意すべきは守り方は災害の種類によって違うということですそのためそれぞれの事業所の置かれている環境としてハザードマップやインフラの被害想定レベルなどを把握しておく必要がありますこれは各自治体のホームページなどで確認できます次に水害から守る場合 これは事務所のハザードマップから浸水の可能性そして浸水の深さなどを事前に把握しておいて避難先はどこが適所なのかまた高さが必要な場合は建物ののに避難すす。べききなのかを想定しておきますそして事前の対応としても情報が入ってきたら側溝や排水溝の点検止水板や土のの準備 この時に電子機器、まサーバーや医療機器などの移動も必要になってきます。そして何よりも大切なことは、早めの避難ですね。ま例えば、地域の連携する施設に応援を要請する体制を整えておくなどの工夫もあります。その際は、平常時よりお互いの協力体制を打ち合わせておく必要がありますね。また、私の経験でも感染者数が増えていく過程で、 出勤情報の集約管理をしながら重要業務を絞り込んで対応してきましたそして看護師である医療者がかけた場合は急遽派遣会社に要請し対応しましたがこの経験から日頃から依頼先をいくつか目星をつけておくということも重要だなと実感しましたそのためには業務を絞り込むことが急務です 例えば、量的なイメージを黄色で表した場合、食事や排泄でも頻度や関わり方が平常と同じではないということです。この図のように、事前に皆さんで状況をイメージしながら、時系列に想定しておくことが大切ですね。私の経験では、食器をディスポにする。風呂の回数を制限する。例えば、事務員の方にもお手伝いいただけるように、 直接介護ではないにしても応援してもらえるような業務を切り分けて考えておくというのも役立ちますね。余裕を持って計画的に進めることで作成にあたってコントロール感を持つということですね。あと作成期間というのはだいたいいた年年半から2年を見ていますこれは実際感染症だとか自然災害を経験したことのある施設であれば 例えば感染症であればこのピンクの部分はもうほぼ今でもすぐ動けるんです実際クラスターを起こしたとか経験をしたところはですからその経験のあるないということでもこの期間は違ってきますね100床ぐらいの特徴になってきますとやはり現場に戻って1回目皆さんと話し合ってあと実際避難経路の下見をするとかね確認をするような時間を含めた場合これらを学びの機会と位置づけて職員間 部門間のコミュニケーションを高めて共同性を楽しむということも大切かもしれません。ぜひ、共同力を高めていきたいなと思います。これで私のお話を終わります。ご清聴ありがとうございました。